からおめえはオラたちの仲間だ。いいだろみんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。弱い奴はすっこんでろ。一人で十分だ。行くぞ、コスモを燃やせ。やるな。俺がやるわ。消えな。アミュバカなそ、せっだふっとべ消えな私が変わろう。くらえ鬼の玉集めてそ、ふっとべそ、ふっとせ次の舞無限人アクレンこんなものかしてアミュー燃えな無限人天空くれなにどこ熱いぞこれよどけ心してみよ挽回悪化のとがめ染めの前引きしろ無限人天空うれそでアミコズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。
早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい、ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。完了しました。父さん。クロン、ベノムズは任した。うん。トランクスとおめは俺と来い。
3人でベジータのとこ行くぞ。はい。Yeah!
勇気があるか。ファイナルフラッシュ。そこね、たまみしやがれ。マガマガしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。正気に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか。父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ。俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意志によってベノムズではなく我々の仲間 J フォースの一員となったように、
だが、キューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって、本人の意志に関係なくそのものを操る力。やはり、ベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていたろう。くそ、誰なんだ、俺を操っていた奴というのは。それについては現在、調査を進めている。おい、貴様ら、俺もそのジェフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは、あの女、一体。諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。ふん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J フォースの一員として認められたんだ。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと、強大なベノムズに対してJフォースはまだまだ戦力